Outrigger and boom. Position lights. Check. こんにちは、ヒロです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。もう今現場の近くにいるんですが、でここの現場はですね、ちょっとまあ知り合いの家で、現場の下見にね、以前来たんですけど、2、3週間ぐらい前ですかね。非常に坂がきつくてですね、20トンのラフターだったらローレンジ低速ギアがあるんで、まあ、問題なく登っていけると思うんですけども、で13トンのシティクレーンは、一番新しい型のでも、低速ギアっていうのがないので、まあ、4駆に入れて、ね、1速で、まあ、上がっていくしかないと思うんですが、今日の作業は、木を切るんですけどね。ちなみに現場をね下見に来た時は、その家のね持ち主のジョーがですね、まあ、ジョーって、まあ、センチュリークレーンの会社の人なんですけどね、クワッドバイクっていうバイクで迎えに来てくれてね、まあ、バイクって四輪バギー、ここ上がっていくのっていう印象でした。ここをもうサクッとね上がっていきたいと思います。ミラーがくねっとね曲がってしまうのはありありなんですが、今日のセットアップはこんな感じで、まあ、足はね全部出てないんですけども、まあ、ここの枝をね切るぐらいなので大丈夫だと思います。これは下から見た木です。この白いガムツリーというね、まあ、ユーカリの木だけ残して、横の茶色い古い木は切ると、で下の方の枝も切ると、テラスからの景色が良くなるというね、まあオーストラリアではこういった家の手入れっていうのはね、まあ、ある意味投資なんですね。買った時よりもいい状態にして、アップグレード、もっとねいい家を買ったりとかっていう風にみんなしてるので、すごいですねこの家は。My dancing costume, he said. Dancing costume? You danced today? Yeah, oh! I started doing dancing too. Yeah! Nice!ここは今ね、2階のテラスに上がらせてもらったんですけど、ここの、ね、この枝を切って、もっと景色をね、よく見えるようにしたいっていうことです。こんな豪邸にお邪魔したのは初めてっていうぐらいですね。もう向こうの方にね、あそこに見えるのはケアンズのシティで、その向こうにはコーラルシーですね。すごいですね。多分ね、まあ、あと10年もしないうちにそこのグリーンのところも全部、ね、家になると思います。あの辺の家のね屋根なんかよく仕事できますしね。でその向こうに見えますかね、あそこですね、フットボールコート、ライトポールのメンテナンスをした動画を上げていますので、面白かったら見てください。Thank you.